二千十年、エリック・ボン・パール杯は二千十年にフランスで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。世界選手権シリーズである二千十二千十一1 i s u グランプリシリーズを構成した。二千十年、エリック・ボン・パール杯は二千十の二千十一年シーズンのエリック・ボン・パール杯で国際スケート連盟主催二千十二千十一年シーズン ISU グランプリシリーズの 第6戦である。シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス競技が2010年11月24日から28日にかけて、フランスパリのパレオムニスポールドパリベルシーで行われた。2010、2011ISU グランプリシリーズ全6大会、男女シングル各12名、ペア各8組、アイスダンス各10組の出場選手は、1選手につき最大2大会まで。 2010年世界フィギュアスケート選手権の成績2009から2010年シーズンベストスコアランキング2009から2010年シーズン終了時の ISU フィギュアスケート世界ランキング及び過去の世界フィギュアスケート選手権の成績に基づいて選手個人に対し招待がなされた。今大会開催国の統括団体であるフランス表情競技連盟に対しては今大会の 各種目定員のうち最大二人の出場枠が用意された。出場自体、追加招待、開催国推薦選手は次の通り。各競技の上位成績者には、2010、2011、ISU グランプリシリーズの他大会と同様に以下の賞金が与えられた。競技後のエキシビション出演を断った場合は、賞金から3000メドルを差し引かれるとされた。 競技賞金がなかった選手のエキシビション出演には、シングルで200ベドル、ペアアイスダンスで一組につき300ベドル、支払われるとされた。ありがとうございます。